はい、こんにちは。事業専門税理士川南です。本日の YouTube 動画は、そろそろ確定申告シーズンがやってくるということで、皆さん確定申告が今年こそスムーズにできるように、しっかりと事前準備をしておくと楽になりますよということで、本日の動画は事前準備編についてお話ししたいと思います。私はオンラインサロンの運営と、その他 SNS は TikTok、Instagram、Twitter、 最近 Voicy も始めましたので、ぜひそちらの SNS 概要欄から飛べるようにしてありますので、よろしくお願いします。また自営業フリーランス向けに必要な情報を一冊にギュッとまとめた本も出版してますので、そちらの方も合わせてどうかよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは確定申告特集事前準備編という形でお話ししていきたいと思います。本日の内容は、まず確定申告が必要な人ってどういう人かについて説明をして、事前準備編ということで事前準備について解説をします。そしてどの提出方法を選ぶのか、事前に決めておいた方がいいので提出方法を解説します。そして最後、確定申告の注意点。本日の動画はこのような流れでいきますので、よろしくお願いします。はい、こちら今国税庁が公表しているサイトなんですけど、令和4年分の確定申告特集準備編ということで情報がすでにもう出ております。こちらの方のね、ホームページリンクつけておきますので、こちらの方でね、準備編ということで必要なこと書かれてますので、皆さんぜひぜひチェックの方お願いします。また今年確定申告初めてなんですって方は、必ず目を通すことをお勧めします。それでは次に、確定申告が必要な人ってそもそもどういう人なのかについて、少しね、復習がてら紹介をしていきたいと思います。確定申告が必要なケース、必要な人についてなんですけど、こちら先ほどの準備編のホームページサイトにあるものになります。次の1から4にいずれかに該当する方は、所得税の申告が必要となりますよというふうに書かれています。まず1つ目、この給与所得がある方、この詳細の方をクリックすると詳しく内容が出てきます。そして公的年金等にかかる雑所得のみの方、そして退職所得がある方、1から3以外の方、どういった方が確定申告必要なのかについて詳細が書いてあります。退職所得や公的年金は私ないんだよねという方もいらっしゃいますし、まあもちろんあるという方もいますけど、メインとしてこの給与所得がある方について少し絞って軽く紹介したいと思います。もちろん自営業やビジネスをされている方は、そもそも確定申告が必要な方がほとんどですので、確定申告をするという意識でいいかと思います。はい、それでは確定申告が必要なケース、給与所得の場合ですね。給与所得、要は会社員の方なんですけど、年間の収入が2000万円を超える方は、会社の方で年末調整をすることができませんので、確定申告が必要な方に該当します。そしてもう一つは、給与以外の所得金額が20万円を超える方は、そもそも確定申告が必要ですよということです。これどういったことかと言いますと、会社員などが副業をしている場合がこのケースに該当します。会社員で勤めつつ、何か副業、サイドビジネスをされている方が、サイドビジネス副業の所得金額が年間20万円を超える場合には、確定申告が必要になりますよっていう意味合いです。そしてもう一つ、2箇所以上から給与をね、受けている場合って方いると思うんですよ。いくつかから給与を得ている場合ですね。その場合どういうことかと言いますと、年末調整をしてもらえない給与というのが発生しているはずです。年末調整されているかされていないかの判断基準はですね、勤め先からもらえる源泉徴収票っていう書類がありますので、そちらの書類を見ていただいて、もらっている金額から何か差し引かれているものがあれば、これが源泉所得が引かれているってことになりますので、年末調整がされていなくて源泉徴収が引かれているような給与を受けている場合、そして2箇所以上からですね、もらっている場合には、確定申告をすることによって税金額が還付になるという可能性がある方がね、いらっしゃいますので、必ずこちら漏れのないようにチェックをするようにしてください。こちら自分の場合はどうですかというふうに聞かれても、ちょっとね、私の方では判断ができませんので、皆さんこの源泉徴収票っていうのを確認してください。そして過去動画に、確定申告しなくていい金額条件についてはしっかりと解説した過去動画ありますので、こちらもね、概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方を見ていただいて、今日の説明よりもうさらに詳しく細かく解説している動画ありますので、気になるよって方はぜひこちらの動画で復習見ていただけると嬉しいです。はい、それではこの給与所得について解説したんですけど、これ以外にもね、確定申告が必要なケースがあるので簡単に紹介をします。さらに必要な場合なんですけど、こちら所得税とはちょっと違うんですけど、自営業フリーランスの方で消費税および地方消費税の申告が必要な方がいます。今回の令和4年分で言いますと、令和2年分の課税売上高、これ1年の課税売上高が1000万円を超えている方は、令和4年分消費税の確定申告が必要となるという意味です。また
令和2年分の課税売上高が1000万以下の事業者なんですけども、消費税課税事業者選択届出書、これは消費税を申告しますよっていうふうにあえて提出をしている方になるんですけど、そのような手続きをしている方は忘れずに令和4年分の消費税の申告を必要になりますので、確定申告をするようにしてください。こちら上記に該当しないあたりでね、特定期間の売上高が1000万を超えている方、事業者の方も該当しますので、簡単にねさらっと紹介をしておきます。次に贈与税で確定申告が必要になる方もいます。これは令和4年中に110万円を超える財産の税を受けた方が該当します。その他こちらね、配偶者控除の特例を適用する方、相続時精算課税を適用する方、住宅取得と資産の非課税を適用する方も贈与税の申告が必要となりますので、こちらの方押さえておいてください。今日のね動画では所得税の方がメインになりますので、贈与税については簡単に紹介するのみに変えさせていただきます。とはいえ皆さんね、確定申告って結局自分は確定申告した方がいいのか、しなくていいのか、もしくはする必要があるのか、必要ないのかについては個別によってやはりね違ってきてしまいますので、ちょっとこちらのサイトね使ってみるのはいいじゃないかっていうことで紹介をします。申告書の提出が必要な方とはということで、チャットボットを使って申告書の提出が必要か確認することができるというものがあります。これは贈与税を除くのでご注意ください。こちら所得税の相談画面と消費税の相談画面の2パターンを挙げてるんですけど、こちら予定ですので、この日がずれることもあればちょっとね表示が変わることもあるかと思います。所得税の方はですね、令和5年の1月の4日に公開予定、消費税の方は令和5年の1月30日に公開予定となってますので、ね、もしね自分が申告書の提出必要かどうか迷ったって方は、こういうものサイトから出ますので利用してみるのもいいんじゃないかなというふうに思います。まあ一つの情報として知っておいて損はないかなと思います。もちろん本当にね迷った場合、こちらのチャットボットではちょっと追えないようなパターン等も出てくると思いますので、その場合は自分の管轄の税務署の方に電話するなり窓口に相談するなりするのがやはりベストかと思います。それでは次に電子申告 e-tax についての解説をしていきたいと思います。はい、電子申告、いわゆる一般的によく聞く e-tax と呼ばれるものなんですけど、これはウェブ上で確定申告書を作成できるシステムになります。とても便利ですので、またねコロナウイルスによって電子申告 e-tax で申告書を提出するよ、送信するよという方がかなり増えてきたと思います。こちら国税庁の確定申告書作成コーナーというトップページなんですけど、こちらのトップページは前回の令和3年分のトップページを持ってきたものです。じゃあいつねこの作成コーナートップが令和4年分のになるのかと言いますと、令和5年の1月上旬に公開予定と国税庁の情報から出ております。ですので皆さんもうしばらくお待ちください。今年分令和4年分の確定申告の提出期限は令和5年の2月16日からスタートします。そして締め切りは令和5年の3月15日までの予定です。去年その前はね延長というね処置がありましたけど、今回はないような気がしますので、まあ3月15日に間に合うようにやはりしておくっていうのが正解だと思います。還付申告の場合は年明けからこのねサイトが公開されてからもうね申告できますので、還付申告の方は早めにするというのがおすすめです。そしてこちらの e-tax なんですけど、作成開始のボタンを押しますと次のページに飛びます。提出方法の選択のページに飛びます。こちら提出方法の選択4種類ねこちらのように表示が出てくる予定です。マイナンバーカード方式を使うのか、マイナンバーカード方式か、IC カードリードライターを使って e-tax をするのか、また ID パスワード方式を使って申告をするのか、これはね昔からある方法なんですけど、印刷して提出するのかっていうのを選ばないといけなくなります。準備するものがねそれぞれに少し異なってきますので、どれにするのか事前準備として決めておいて、自分に必要なものはどれなのかっていうのを準備しておくとスムーズに確定申告がいくんじゃないかというふうに思います。それぞれ4つの方法について少しね紹介をしていきたいと思います。はい、それでは提出方法についてです。まず一つ目ですね。先ほどのページはパソコンから入った画面なので掲載は載ってなかったんですけど、スマホで申告する方法があります。これはもうスマホで確定申告が完結するという方法になります。こちら対応しているスマホのみでしか使用できませんので、自分がお使いのスマホが該当するのか対応しているのかどうかはご確認をください。このスマホで申告すると IC カードリーダーが不要という点がメリットです。またスマホでマイナンバーカードの読み取りをすることができるので便利です。こちらスマホでやるということはやはりね手軽にできますし、自分の手元スマホさえあればできるのでおすすめではあります。しかしですね、おすすめな方っていうのがやはりいらっしゃいまして、会社員の方でふるさと納税だけで確定申告するとか、医療費控除のみだけなんだよねっていうシンプルな確定申告の方はスマホでやるのがいいのかなというふうに思います。どうしても表示画面が小さいですので、こまごまとしたねものや、あと数字で入力するものが多いような方はやはりパソコン画面でする方が画面が大きくて見やすいので、そちらの方がいいんじゃないかな
ないかなと思います。2つ目のこれ方法次紹介します。パソコンで申告するには2つの方法があります。これ先ほどのスライドのどこの箇所のことを言うかというと、ちょっとスライド戻りますね。こちらのマイナンバーカード方式、要はマイナンバーカードをスマホで読み取って IC カードリーダーはそのため不要です、でもパソコン上で申告するっていう方法と、そもそもパソコンからこの IC カードリーダーを使って e-tax をするという方法、ここの箇所になります。でもう一回スライド戻ります。スマホでマイナンバーカードを読み取ってパソコンで申告する方法と、スマホではなく IC カードリーダーライトを利用して読み取って送信する方法があります。これどちらがいいかっていうのをね、ご自分で選べばいいかと思います。カードリーダーライター持ってる方はカードリーダーライターがいいですし、これから購入しようか迷ってるって方はスマホでもできるよっていうことを押さえておくといいのではないでしょうか。次のスライドでちょっとね、この1番と2番の申告方法を図にしたものがあるので、そちらの方が分かりやすいかなと思うので紹介をします。 e-tax の送信方法で、マイナンバーカードをお持ちの方はスマホで申告するっていうか一つの方法です。詳しくはこちら読んどいてください。またパソコンやタブレットでもスマホがあれば e-tax ができますよ。これはスマホを IC カードリーダーの代わりとして使う方法で、先ほど言ったように IC カードライトをお持ちの方も利用できますということですね。ちょっと図になると分かりやすいかなということで、この図紹介いたしました。それではその他の提出方法についてです。先ほどのねところに戻りますと、次説明するのがこの ID パスワード方式と印刷して提出っていうのを解説していきたいと思います。はい、提出方法の ID パスワード方式について解説をします。これは事前に税務署に手続きが必要となる方法です。事前にね手続きが必要ですので余裕を持ってしましょう。これが3つ目の方法、 ID パスワード方式です。これ後ほどねもう少し詳しく解説します。そして最後あった4つ目の方法なんですけど、これが昔からある印刷して提出する方法になります。この印刷して提出する方法にもちょっと種類がありまして紹介しますね。まず税務署に直接持参する方法になります。これは受付窓口に出されてもいいですし、税務署に受付のポスト、主要ポストっていう風にこうあるので、そちらに申告書の方を提出するっていう方法でももちろん OK です。その代わり確定申告に何月何日に出しますという印鑑証拠みたいなものが欲しい方は必ず窓口でそれをもらうようにしてください。ポストに入れてしまうともらえないというケースがありますので、必ず税務署にその印鑑が必要だ、出した日付がいつかっていうのをもらえるようにしっかりと窓口で出してください。そして印刷して提出する方法には郵送するというパターンもあります。郵送して税務署に出しても OK です。そこで一つ気をつけといてほしいんですけど、先ほど言ったようにこの主人が欲しい、受付員が欲しい、日付が入った証拠が欲しいという方は郵送で送る場合、返信用封筒に控えを入れて送ると控えが受付員を押して戻してくれますので、こちら一つ頭に入れておくといいかなと思います。郵送して出して何もね返信用封筒も入れず控えも入れずに提出してしまうと何も手元に残りませんのでお気をつけください。そしてもう一つポイントなんですけど、郵送する場合は簡易掛け止めをおすすめしています。私たち税理士業界も昔から郵送で送るような、今はねほとんどの先生 e-tax 使ってると思いますけど、郵送する場合には必ず簡易掛け止めで出すようにっていうような指導をされていたので、証拠に残るということで簡易掛け止めにした方がベストだと思います。もちろんね普通郵便で送る方もいるかと思います。この辺はご自分で判断をされてどちらにするのか選べばいいかと思います。おすすめは簡易掛け止めで出すことです。それでは次、 ID パスワード方式っていうのがどういうものなのかについて解説をします。 ID パスワード方式というものがありまして、これを使うとマイナンバーカードや IC カードリーダーが不要ということで便利ですよということで、一つの提出方法としてあるものです。ただし税務署の職員と対面による本人確認をする必要がありますので、何かしら、運転免許証などの書類を一緒に持参することを忘れないようにしてください。またね事前にしておかなければこの ID パスワード方式使えませんので、手続きには余裕を持って ID パスワード方式を使いたい場合には余裕を持っておきましょう。そしてこちら税務署にね直接行くのめんどくさいなっていう方は、もちろんウェブから申請も可能なんです。でもウェブから申請が可能とは言っても、ウェブ申請でしますと結局マイナンバーカードと IC カードリーダーが必要となりますので、ちょっとこの ID パスワード方式を使うっていうメリットがなんか薄くなるんじゃないかなというふうに感じます。もちろんウェブで申請して ID パスワード方式は使うこともできますので、ご自分の判断でいいかと思います。はい、そして次、確定申告解除来場の方へってことですね。確定申告の相談については、先ほど紹介したチャットボットや税務署に直接電話をすることで相談をすることもできます。また申告書の作成手順などは国税庁がね公に出している動画もありますので、ぜひねそちらの方を参考にするのもいいんじゃないかなというふうに思います。そしてこちら言いたいためにねこのスライド使用してるんですけど、確定申告解除への入場には入場整理金が必要になりますので、こちらお気をつけください。皆さんねやはり時期が重
重なりますので混雑しますので混雑会話のため入場整理券というのを配っているようです。入場整理券なんですけど LINE アプリから取る方も可能です。友達追加をしておいて LINE から相談を申し込みを選択して希望日時を選べば申し込みすることができます。この LINE アカウントの発行は令和5年の1月10日以降順次サービスを開始する予定という情報がありますので LINE で入場整理券を取ろうかなと思う方はこちらの国税庁 LINE 公式アカウントの友達を追加していくことをお勧めします。というように確定申告のね事前準備というのねしなければいけないことが意外とあります。確定申告が始まってさあやろうかなと思った時点がもうね3月上旬だっていうふうになりますとこういう準備を含めて時間もかかりますのでやはりギリギリは厳しいと思いますので前もって準備しておくのが大事かと思います。余裕を持って準備をしておきましょう。そしてまた確定申告に必要な書類もあります。生命保険控除とか地震保険に入っている小規模共済があるふるさと納税をしたというような方は控除証明書等が必要になりますので自分が必要な確定申告に向けての準備揃っているのか一度確認をしましょう。紛失しているものがないか漏れているものがないかしっかりと確認をしないと控除がね漏れてしまうことになってもったいないですので準備を今からしておきましょう。そして IC カードリーダーライターなんですけど初めて使うパソコンの場合はダウンロードをしないといけないというケースがありますので皆さんねそちら頭から抜けていてねなかなかねすぐにできなかったっていう方ありますのでダウンロード自体はねそんなに難しいことでもなく時間がかかることではないんですけどこちら頭に入れておいていただけると助かる場面があるかもしれません。そしてマイナンバーカードをまだ持ってないよっていう方はマイナンバーカードの取得するには時間がかかりますので今年の e-tax からマイナンバーカードを利用して送信しようかなという方はすぐに動いてください。はい、そして最後にスライドで紹介したように相談解除の事前予約が必要になりますので相談解除に行こうかなと思われている方は早めに事前予約を取ることをお勧めいたします。また ID パスワード方式使うよっていう方はねそちらの方もね事前にね動いた方がいいことですのでしっかりと準備しておきましょう。はい、確定申告については過去動画がたくさん出ております。少し前のものなんですけど基本から解説っていうことで確定申告入門編知識編そして実際の青色申告決算書1枚目から4枚目の書き方をこれ手書きのものでね解説してる動画がありますし早口でねちょっとわからないという方はこれは本当に初期に出した動画なんですけどセミナー形式の動画があります。少し情報が古いので対応してない部分とあるかと思いますけど大まかなねベースは使えると思いますのでセミナー形式でゆっくり見ながらゆっくり聞きながらの方がいいやという方はこのセミナー形式の動画をおすすめします。こちらね再生リストがあります。今年もね確定申告に関する動画出す予定ですのでぜひチャンネル登録の方をしてお待ちください。私はオンラインサロンを運営しています。メリットが3つあります。1つ目がオンライン上で質問や相談いつでもすることができます。ちょっと聞きたいことってある場合にね利用していただいて好評です。これ Facebook の非公開グループで運営をしております。2つ目のメリットはサロン Zoom を定期的に開催しています。 Zoom 上で私に直接相談をしたり質問をしたりすることができるということで好評です。またメンバー同士の情報交換できますので異業種交流となるということでも好評です。そして3つ目、税理士の裏側を公開しています。今ビジネスどういうことを考えているのかとか経理や税金の新しい情報 YouTube や TikTok や Voicy などなど裏側を公開しているのはオンラインサロンのみだけになりますのでオンラインサロンもしね気になるよって方は概要欄の URL から飛べるようになってますのでそちらの方でご確認ください。オンラインサロンの参加お待ちしております。私はね自営業フリーランス向けに必要なものが一冊にギュッとまとまった本を出版してますのでこちらの方ぜひよろしくお願いします。また年明けにもう一冊本を出版する予定でしてこちらインボイス制度の本になる予定ですのでそちらの方もまた決まりましたらお知らせしますのでよろしくお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。いいねやコメントくださると励みになりますのでぜひよろしくお願いします。その他 SNS は Instagram、Twitter、TikTok また11月から Voicy も始めてますのでその他 SNS ぜひチェックしていただけると嬉しいです。概要欄から飛べるようにしてあります。はい、それでは本日の動画以上になります。いつも最後まで見ていただきありがとうございます。ボイシーね始めてますのでいつもの YouTube とは全く違った話プライベートの話とかどういうこと考えてるのかっていうような話をねしてますのでぜひねボイシーの方を聞いていただけると嬉しいです。12月に入り年末年始皆さんねやはり忙しい時期かと思います。過ぎた後に確定申告が来てしまいますので確定申告時期に焦らないように今から少しずつ準備をしておきましょう。また今年もあと少しとなってますので皆さん後悔のないようにしっかりとやりきるようにお互いいたしましょう。それでは本日の動画以上になります。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。